語ること。シェア。みなさんこんにちは、二人パパのみっつんです。今日は我が家の冬自宅、息子くんの冬物入れを買いにモールへ行った様子をお伝えします。スウェーデンの子供服売り場を歩きながら、パッパたちが選ぶものと息子くんが欲しいものとのせめぎ合い、家に帰ってきてからは息子くんのファッションショー、そして息子くんが自分のお小遣いで買った秘密のあるものとは、最後までお楽しみに。それでは行きましょう、二人パパの雪国仕様のお買い物、7歳息子くんのニュールック。10月に入り初雪が降った北スウェーデン。ちょうどその1週間前に息子くんの冬物衣料を求め、郊外のモールエリアにある衣料品チェーンにやってきました。ここはカッパールというお店なのですが、まずは中を見てみましょう。店内は3分の1ほどが子供売り場。色味的になんとなくセクションは分かれてはいますが、男の子用、女の子用という表記はなく、どちらのセクションの写真にもジェンダーを固定しないモデルが使われています。それでは2人パパ家と一緒にちょっとお買い物してみましょう。なんか欲しい服あった？デザイン可愛いけど、それサイズある？ちっちゃい。120が今128でもいいよね。マインクラフトパンツか。え？オリンピックされたやつです。あ、いいじゃん。手袋ちょうどなかったからよかったね。うん。苦労しよう。じゃあカゴ持ってきた方がいいね。どうこれカブ？うん。いいよ。もうあなた持ってるね。お気づきかと思いますが、息子くんはマイクラにしか興味を示しません。こういうthree for two。そうだね。3-4-2いいね。フディが好きなんだよねこの子。Maybe。あ、もう黒のさ、もう黒の、うん、もう同じやつ3本買っててもいいよ。これバースプラグじゃない。これどうやって分かる？黒のゲンラルメルクタプラグ。じゃあこの印がないとダメってこと、ね。うん、あと、うんうん、これも6枚買っててもいいぐらいでしょ。パスタメニューパスタやってるの、パスタスープドア。中にだって中に着るだけでしょ冬は。これプレイはしましょう。ズボンもう一つ。最初に気になったズボンもサイズがありそうだったので試着することに。ちょっと試着室の様子を伺ってみましょう。まず試着するのはさっき見つけた上下の肌着。なんとなくサイズは分かっているのですが、まあ、やっぱ着てみないとわからないですよね。まあうん、いいと思う。それちょっと大きめだけども、大きめ買って。それサイズなんだっけ？あ、これでまだ結構大きめなんだね。じゃあいいわ。これぴったりじゃん。これぴったり？うん。オッケー。これか、これか、これかこれがいい。これかこれ。あ、黒絶対もいいわ。黒はかっこいいよ。黒はね、便利だよ。黒は一番。そしてお次はズボンを試します。あ、そうね、これ好きよ。ちょっと大きいけど、少し大きいけど僕はこれ好き、ね、これちょっと締めれるかな。でもこれがあるから大丈夫だね。 これでちょっとタイトにできる。じゃこれで僕は気に入ってもできるから。そうだね。じゃそれ買う？色はどう？それ結構緑っぽい感じでいいよ。これこうやってやったら僕を気に入ってできるから、okay. 結構簡単にできるから。本人も気に入ったようだったので色違いも見に来たのですが、さっきのオレンジの、あ、緑のやつと同じデザインで色違いあるといいなと思ったけど、この黒あんまり良くないね。さすがやっぱポケモンもある。 One more of these or one more of the black? ブラックの方が良くない？でもあの子は青がいいって言ったんだっけ、うん、あ、じゃあそうしよう。これルーズフィットはあんまり好きじゃないかも。え、ちょっとそのスリムフィットを、まあ、どうしても親の好みが入ってしまうんですが、まあ、最近では本人の好みも強くなってきたので買い物の仕方も変わってきたなーなんて感じながらのお買い物。でもこのズボンは息子くんも気に入ってくれたようでした。そしてお買い物はまだまだ続きます。ウィンテルヤッカーもし欲しいんだったらこれどう？緑。試着室にいる間に目をつけていたジャケット、マイクラの影響で緑系が好きな息子くんにおすすめすることにしたのですが、でも黄
去年ミツを買った、あのフッなんか買ったっけ、黒くてこういうフッドがあった。全然覚えてない。でもこの後思い出しました。リカパッパが言うように、実は昨年も似たようなジャケットを買っていたんです。だからやめようかとも思ったのですが、実は昨年の購入直後、着脱式のフードをどこかでなくしてきてしまったみたいで、フードなしの状態。昨年も頭や首が寒くなってしまっていたので、迷った挙句結局今年も買うことに。ちょっとぴったりすぎる？もっと大きい方がいい？これは十分大きい。うん、あ、そうだね、ぴったりでもないか。この雪国仕様のジャケット、後でまた詳しくご覧に入れますね。そしてこんなものもありました。これいいね。欲しい？欲しい。これはこうやってやるやつだよ。これが好き。ほんと？パジャマもいい感じのがあるなと眺めていたのですが、見ないで、見つかっちゃいました。でもそれはいらないんじゃない？もうあるから、バスローブは。僕それ好き。買ってあげたい気持ちも山々だったんですが、うん、今まだあるものは我慢しましょうということにしました。そしてこういうシャツもクリスマス用などにいいかなと狙っているところです。そして一段落してレジへと向かうのですが、レジ前って危険な場所。これすごい、全部黒いのベネフィットもあるよ。まあペアを考えなくてもいいね。まあでもやっぱこっちの方がいいよね。数ある誘惑をかいくぐりお会計タイム。ここで息子くん、自分のお金で買わなきゃいけないのか心配になったらしいです。This is the content free. About so 半回インテショーパメ。お金じゃなくてカードじゃないと使えないっていうお店。絶対ロード大。お店の会員にもなっているのでポイ活も忘れずに。ちなみにスウェーデンではこういった会員番号もマイナンバーと紐付けされているので、運転免許証の裏についている QR コードを読み取ってもらうか、自分のマイナンバーを伝えるだけで OK。 これで1時間ほどのお買い物は終了。お家へと帰ってきました。この後はこの日のお買い物をご覧に入れます。さあ今日買ったお洋服をご覧に入れましょう。うん、息子くん真ん中？息子くん真ん中がいいんじゃない？ま、あ、もう見せていい？じゃじゃーん。これはジャケット買ったね。これは僕のジャケット。ちょっと着てみる。これ取って、これもあって、着てみた方がいいんじゃない？こんなに大変だよ、着るの。最初にはこうやってやって、これをこうやって入れて、指に穴が、指の穴があるね。そしたら一番最後、あとはこれもしなきゃいけなくて、これがあると雪が入ってこないんだよね。日本語でなんていう、スノーガード。聞いたことない。あとこれをこうやってして、あとこれをこうやってして、こうやってして、もう来たね、うん、帽子かぶってみる。ほらほらほら、あ、いい色だね。私がピッチマスをこぼれてあるかおるき。アンタークティックエクスプローラーね。そうね。まあこの下ズボンはね、同じような素材の黒いやつがまだあるから、今回は上だけ買ったね。OK、じゃあ他のやついこう。見せるぞ。このマイクのやつもあって。マイクラ。これハサミも入れる。うん、ハサミ。これ買ったばっかりから。なんかだんだんこう色がグリーン系になってきましたね。息子くんの。え、リカも入んの？手がちっちゃい。でもちょっとちっちゃい。あ、でもでパスやってブラ。やったの。ごめんなさい、ピアカ奥さん。そうだね。いい感じ。で、ボール。
スネボスキリン。他のやつどんどん見せ、あとこれもあるよ。すっごい緑ばっかりして。スカイヘッドだよ。自分でやる？今はそっちが前じゃない？そっちが前。いいね。うん。かっこいい。あとはズボンを1枚。ズボンを、あ、ズボンでも結局2着しか買わなかったっけ？うん。黒い。そう、黒いスリムフィットのやつとこのやつ。あとはちょっとなんかワークパンツみたいな。そうね、キャッシュルだけ。これも緑系だけどちょっと大きめ。さっきね、フルブルメットで試したやつ。そうね。で、この内側のやつ、これでちょっとタイトにできるから、今はまだ結構大きい。あ、ベルト買うの忘れたね。これは。忘れたね。まあ、また今度買うね。あとは、あとこれは、これ最後ですか。はい。このね、北国には欠かせない、なんて、ロンカルソン。ロンカルソン。ロンカルソン。ロンカルソンってことは、長いパンツってことだよね。けど、まあ、そう、けど、この長いのパンツの下には普通のパンツがある。そうだね、普通のパンツを履いてこの上に履くね。本当なんていう、うん、イナーだから本当のパンツじゃない。昔風にでも、そうだね、昔風に言うと捨ててこじゃない。でも捨ててこってもうちょっと短いか。 OK、 これを2パックのやつを2セット、うん、だから4枚だね。4枚。でもこれも3-4-2だから他のやつと組み合わせたんだよね。で、あとは全部長袖のシャツ、うん、まあ、下着っぽい感じだけどね。結局このしましまのやつとこれ2枚だね。青のロング T シャツ、ロング T シャツ、グレー、明るいグレーを1枚。黒いやつ。そう、サイズがねちょっと欲しいやつがなかったんだよね。あとはこのもっとのこれ取って、このこれもある。うん、取りましょう。これ全部名前つけないといけないね。シールがあるからシール貼ろう。これこうやって切って、それの上にこれも切れる。そうだね。それはそれ本当に本当に寒い日はそれやるね。うん、少しだけ暑くなってきただろうね。だろうね、こんなに着てたら。お、今家の温度22度だから外4度で。脱いでいいよ。これ本当に着るのやばい。そうね、ということで今日のお買い上げ2624クローナ。うん、うん、え、何まだあるの？なんか、うん、まだまだがあるよ。すっごく秘密のものだよ。ちゃんとカメラの中入ってる顔が、ちょっと、うん、マインクラフト完全に充です、うん、スイッチのゲームだね。すっごくこっち来た方がいいと思う。僕の自分のお金で買ってきてからね。自分のお金で買ってからね。そのお金どうやって貯めたの？いっぱいの本読んで、昔は僕はロッピスでもらって、昔 YouTube を助けてもらって、ちょっとだけお給料もらいましたよね、ちょっと前に。でもガーデンセールもらったね。そうだね、ガーデンセールで頑張ってて、あれいくらもらった？140だったっけ。うん、うん、そうね。そう、だから今日は久しぶりに新しいソフト買ったね。 OK、 まあじゃあ今日はこんなところで終わりましょうかね。え、なに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 、まだ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 、ちゃん分かったから、ちゃんと最後にご挨拶してヘイドは言うでしょ。じゃあ行きます、せーの、ヘイド。早い。早くゲーム したいでしょ。ゲームやりたい。スキップしてノリノリ。ということで、着々と冬支度をする2人パパ家なのでした。この後は次回予告、息子くんがあることに初挑戦ですよ。さーて、来週の二人パパは息子くんです。先週はカズロに休みしたけど、もう元気ですよ。新しいのゲームはすっごい楽しい。そのゲームはいっぱいのモンスターが来てそれ倒すだよ。
すっごい楽しい。でも来週は僕は初めてミスパパとトーク動画を撮りました。日本の小学校とスウェーデンの小学校、それぞれの違いを10個話します。楽しみにしてくださいね。コメントも待ってます。チャンネル登録お願いします。ヘイロ、次回もまた見てくださいね。スティアンサックスポワセウォーブリエディ I love you. Hattori Papa.